どうも皆さんこんにちは、小豆島漁師濱家です。おそらくですね、この動画が上がる頃には多数の方のご応募があったと思います。そしてですね、例の YouTuber さんからも多数の方が来てくださったと思いますが、もともとですね、あのプレゼント企画は1000人達成記念ということでやらせていただいて、その頃にやはり見ていてくださった人を大事にしたいということでですね、魚おじさんが投稿してくれた期間を皮切りにですね、それ以前の方のみという形で抽選させていただこうかなと思います。え、じゃあ俺たちのマナガツオはないのってなりますよね。ご安心ください。実はですね、しっかり5匹分機能を取っておいて、これを今からですね、松岡さんのところに早速持って行ってさばいてもらおうと思いますので、ご安心ください。しっかり10名様分、だから合計20名様分、当選枠作りました。じゃあ早速レッツゴー。はい、じゃあまず箱に立てていきます。このうち5枚をプレゼント企画にして、残りはですね、実は今度地元の子を対象にした地引き網をするので100人前いるので、そちらの方に回したいと思います。じゃあ箱に立てていきます。立てるって何？立てるって入れていくってこと。はい、では傷まないうちに早く持っていきます。はい、じゃあ現場も近いですが急いでいきましょう。麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てる。それはね、世間は許してはくれやせんよ。じゃあ着きました。あ、こんにちは。あ、こんにちは。松岡さん、今日もよろしくお願いします。お願いします。なんか元気なくないですか？いや、いつも通り。皮はまり。ほっつけなよ、またこれ。あっち、あっち、あっち、あっちだ。これぐらいだね、料理ですね。めちゃくちゃあれが出てた。2段ぐらい引いて、うん、前見たらドンブルドアー。あー、汚れ引いて、汚れで、汚れで1枚これぐらいとか。じゃあ冷蔵庫入れて。これはですね、地元の地引き網の子で、じゃあ地引き網をする子供たちに、プレゼントします。あ、うん、じゃあ俺が頭を落とします。あ、こっちからでも。いけるでしょ。はい、じゃあ僕は頭を落としていきます。で、下に卵を切らないように。で、卵を出します。はい、これも5名様に送らせていただきます。終わったらいい。いや、固まって、俺最近両刃ばっかりにするからさ、うん、なんかすごいずれていくな。片刃は、そう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 、今すごいなんかずれていってさ、めっちゃずれた。でも斜めに入っていくな。うんうんうん、終わって、それぐらいやったらガシ出るんじゃん、確認前。うん、うちの両さんもな、うちの身はうちの身やって。あ、結局な。じゃあこれ最後の卵です。皆さん見てください、マナガツオのこれですね。何だと思いますか？これ開くでしょ。おそらくなんですけど、閲覧注意、口なんですよこれ。ほら、気持ち悪いでしょ。多分ね、ここでしょ、まあ、すりつぶす役割を持ってるんじゃないかなと思います。ほら、見たことある。お、ほんまや。いいじゃん。いいじゃん。それで志村さんと喋るから、うん、マナガツオ多分、五枚おろしの方が簡単やね。そうなの。あの、ヒラメみたいに。じゃあ、さばいていきましょう。俺のは気にせず。
ここに来る前に水嶋さんの動画見てきた。はい、したいった。これ盛大にしたいって言うんだけど、どう修復していいんだよな。よろしい、よろしい、気持ちのもんだよ。修復。なんかこういうのを狙おう。あ、あれやばい。あ、身が残った。どうぞ。俺もほら、ヘベラした。こらこら、取るんじゃないさ。こっちは禁止だ。めっちゃ失敗してるし。隠すっていうね。うん、水嶋さんぐらい上手くなりたいわ。これが限界です。はい、じゃあ水気をしっかり取っていきます。はい、じゃあ奥さん、それは何をやられてるんですか。血をきれいに拭いて。シンクパックの袋に入れます。もう少し大きい声でお願いします。奥さん、それは何をやられてるんでしょうか。まあ、さあ、取らない。面白いことって言うな。なんで回すんだ、俺の真似すえ、俺の背中から入れますの今パクったよ。えそれはなんで今もパクったな。男性中がいい。これをですね、真空にしていきます。これ真空する前に冷凍しとった方がいいんやって。あ、なんか書いとったな。うん、俺読んだわ、あれコメント。あの魚屋水嶋さんがそういう風におっしゃってた。冷凍して、そう、そうすることによって身が潰れんらしいな。で、松岡さんはもう地元の子供たちのためにまた天然天然じゃない。完全無視チーズ。じゃあ奥さんがガッチャンコしてくれます。はい、じゃあ10枚完成しました。よし、はい、じゃあこれを冷凍して視聴者の方に送ろうと思います。楽しみに。あ、お楽しみに。はい。そういえば卵も忘れてました。卵もやります。蝶々みたい。はい、じゃあこれもガッチャンコします。じゃあ松岡さん、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ皆さん、松岡さんがさばいたマナガツをお楽しみに。お楽しみに。じゃあ、はい、じゃあ無事に帰ってきました。当選者の方の発表は次の動画で20名様まとめて一気に行いたいと思います。抽選方法はもう、あの抽選アプリを使ってですね、あらかじめ数字を入れといて、出た番号をこう僕がこう見て、あ、この番号だなっていう人にします。もう変更はございません。で、以前の動画でも言いましたが、注意事項があって加熱用として送らせていただきます。生でも食べれるとは思いますが、加熱用ということで、食当たりなどによる保証は、いたしかねますのでご了承ください。で、発送日を9月の11日にさせていただこうかなと思います。で、受け取れる日を13、14、15っていう形のどれかに設定していただいてみたいな感じです。じゃあ次の動画の当選者発表をお楽しみに。バイバイ。